今回友人から面白い試合をもらってきました。まあ、彼結構片手を丸々取られるようなカードを扱うのも上手くて、でそもそも藁の運用がすごい制圧戦上手くて、僕も6枚デッキ始めるときに彼を結構参考にさせていただいたり、いろいろ教えてもらったりしましたね。というわけで、今回は、強化されて効果時間が伸びたアンコモン損傷、このカードを注目していこうと思います。で、あれなんですよね、まあ彼全然僕とはもう立ち回りが違ってですね、え、マジでそれやるのみたいなこと結構平然とやるんですけど、その中でえ、それやるのって思いながら毎回勝ってるんですよ。すげえなって思って、ほんとこいつあれなんですよ、小技とか藁特有の立ち回りだとか、相手が嫌がることやるんがうまいんですよね、こいつ。まあ今この手地の走ってる位置とか走らせるタイミングとか、これ一つ取っても内乱取らせないための動きがすげえうまいなって思いますね。ここもちゃんとまず陳王には柵を取られないようにしながら双剣を当てて突撃、相手が紹介で柵を割りに来ますが、その結果として陳王を最後に撤退させることができたので、次はこちらのターンになりそうで、ここで双剣で2マス塗って両刀でラインを上げていって塗り進めて、で、両端に広く展開して空いているマスを塗っていって、でここで走者戦法、効果時間が伸びて30カウントぐらいになりましたね。この計略ですが、1回この走者時間が伸びるってテキストですが、まあ1回走者始まったらずっと走者です。まあ旧作でいう勝ち埋め戦法みたいなもんですね。結構まあこれはもう有名かもしれませんが、こことか僕絶対やらねえわっていう立ち回りやってんですよね。だって内乱カットイン入ってんのに舞台下げてないじゃん。もうようやるわって感じですね。というところで、ここで号泣の伝授で、相手は超瞬間の氷の微笑みで、対象にしたのは損傷1舞台。いや、これ意図して舞台返してないの、まあ、両刀打つ気なんだろうけど、やばすぎるだろ。俺絶対こんなんできねえわ。でここでまず双剣から引き返らしていって、これはもう両刀を不要と判断したがゆえっていう感じですかね。相手が紹介打って増援叩いてライン上げてくるようなプランを取ってきた際に両刀を打とうっていう、そういう考えだったんかな、これは。で相手は1箇所からまとめて、走者の先をなるべく絞らせないようにして、でその弊害として、誤算の一撃が入る。でここの内乱も入りそう、内乱入って、でここは双剣を投げ捨てて、その際に分金を削っていきたい。で、長所を槍で当てて、長所の槍で、紹介を当ててオーラが止まったところで、相手は増援の方式防護、で相手は紹介打ってくるプランかなという感じですね。で、こちらはそれに合わせて連環の方再起知略。いや、ここの連環再起もあれなんやね、待たないですね、双剣の撤退。あ、ほんとなんか
自分とは結構考えることが全然違うなって思いますね。この立ち回りするんやみたいに思うことめっちゃ多いんすよ。なんかプレイヤーによって結構個性出るなっていうのを感じますね。おお、コモンアンコモンで組んだデッキでもここまでやっぱ人によって差が出るもんなんすね。で、相手はここで範囲の号令、対象は3部隊、なんて勢いだ。分金は入れないと判断したか、分金まで入れに行ってたら走者戦法での削りが早くなってしまうため早めに打ったという感じか。ここで、主治が撤退で損傷で走者していくが、やはりちょっと武力が、紹介が武力上昇値が上がってここまで武力が高いとさすがにまああまり削れないかなという感じ。いや、紹介強くなったな。そして鎮王の、覚醒戦法もこれ25カウント持つので、まあ素武力が高いのもあって強いっすよね。で、こちらは突撃を受けないようにあだ討ちで、あだ討ちを打ってから撤退させて、撤退させていた部隊を復活させて2部隊まとめて左側からで、ここはうまいな、この迎撃の取り方誤算で、相手の城門はここはもう一発叩かれるの覚悟をして速度両党突撃と孫将の走者戦法で追っていこうという感じで、弓射撃よりも乱戦の方が、まあ、ダメージ確定が早いのでここは損傷を当てにいって、で後方も走者戦法活躍するな。で、ここ両党かざしないやマジか。でここは、双剣の一発、長将の一発でここで部隊減らす度胸すげえな。でこれで号泣にして分岐を撤退させようというところで相手の範囲の号令を引き出したため、これで範囲の号令を打ったことによって内乱は確定しそう。しかもでかい内乱が入りそう。でこれ内乱が間に合えば、この内乱ならでかく入りそうなんで入ってまくったよすげえ、さすがだな、うめえわ。いやもう彼の動画はもう面白いんでいろいろ上げていこう。もう彼に言って上げさせます。いやー、ここまで見ていただいてありがとうございました。